お、生きてたんか。はい。え？何をする？質問。ここにはどうやって？マイクと二人でその辺をぶらついてたの。そしたらあれが。何か？わからない。ただ窓のそばにいたら突然ガラスが、あれが雪の中にいた。ものすごい速さで迫って、もう私はもう気づいたらここに。もう動けるか。うん、さあ行くぞ。まあ、ああ、燃えてしまったぜ。どっちだ。隠れよう。よし、行こう。こうわ。いい。一緒に隠れる。ほう。
いい。飛ぶ。はい。はい。はい。もう少し。オッケー。警告。いて。もう。もう。はい。おう。マイク。大変。ひどい傷。ここにいたらもっとひどい目に遭う。急ごう。え？ポチン。調べてみよう。まだ誰かいるかも。ああ。うん。伸びる確率はどのぐらい？考えないようにしてる。早く逃げて！ええ。終わるのよ、逃げて！閉める。おお。何をしたん？ああ。動くなって。長い。長いわ。
アメリカ？アメリカする？救え。おう。隠れる。うん。隠れる。アメリカ。おお。おお、トロフィー。あ、クリスだけ死んだか。動けなかった。残念。私に銃を突きつけたの。私の顔の目の前に。撃つ気だった。危うく撃たれるところだったわ。付き合ってたし、彼のことは知ってるって思ってたのに、あんな最低な男だったなんて。俺はまさにそこにいた。何かできたはずだった。俺は助けようとしたんだ。救えなかった。炭鉱にはどうやって？私は運ばれたの。連れ去られて。それで何を見た？わからない。もうわからない。正気を失ってた。俺たちをいたぶって。だからジェスを襲ったのはあいつだと思ったんだ。
彼とは親しかった。妹たちが行方不明になった後もよく話してる。自分を理解してるのは君だけだって。私たち気が合うなって思ったのに。誰かに相談したいのなら大丈夫。ショックを受けるとたまに精神的な。大丈夫だって。声がしたの、ジェスのね。あそこに何でいたかは分からない。でも絶対に聞いたの。マットはどこ？無事なの？聞き取りは終わったの？ちょっと心配なの。私彼の恋人だから。そのこと話してた？私ちょっとばかり嫌な態度取っちゃったけど、でも彼のことすごく愛しているのよ。彼もそう言ってたでしょ、ね。友達のアシュリーは君を助けようとしたって。違う。君の声が聞こえたと言ってた。それは私じゃない。私彼を刺して逃げようとしたんだけど、知らなかったの。本当に知らなかった。知らなかった？誰を刺したの？殺人鬼を刺したのよ。ジョッシュだって知らなくて。でも彼が殺人鬼だったなんて見抜けるはずないよね。ノコギリも銃も。マイク、何か覚えてる？助けに来た。私を。君を？彼はどこ？助かったの？お願い聞いて。信じてくれなくたって別にいい。どうでもいいの、どうせ信じる。あの炭鉱に入ればね。炭鉱には何があるんだ？私はあそこで見たの。忘れられるなら何でもする。はあ。見えん。生存者は1名、繰り返す。あれは？まずい。来るな。おい、やめろ。来るな。はい、という感じでした。いや、集会したくねえな。以上、アンティルドーンでした。さよなら。結局このおっさんなんだよ。